今回は女優松岡喜久子さんの気になる木をご紹介、ね、だから俺こういうのはやりたくないって言ったんだよって平気で言っちゃうの。伝説の深夜番組 11PM 大橋巨泉さんの素顔を大公開。今っていうよりも二十数年間韓流ドラマにハマっておりまして、今夢中の韓流ドラマとグルメを語り尽くす SBI シニアの住まいとお金の YouTube をご覧の皆様こんにちは、松岡喜久子でございます。昭和22年1947年生まれ、芸能生活70年、松岡喜久子。私の源3つの木、これはですね、夢中になって楽しむことです。夢中になったら止まらない、それは物心がついた頃から。もういつも一人でおままごとしたりお人形遊びするようなちょっとこう内向性で、喜久ちゃんあのまま育ったらば絶対将来もうすごい暗い子になるからちょっと考えないといけないわよって言われて、児童劇団のテストがあってそれに受けて受かって、日本舞踊をやりながら劇団若草っていうところに入りました。最初は戸惑ってたんですけれども、結構私好きで、あ、こういう世界もいいかもしれないなと思って、劇団若草でずっとそのまんまいて、そのまんま芸能界に入って、大人になっても芸能界に入りました。ちょっと話変わりますけど、ここのチキンすっごい美味しいの。このね、激辛が美味しい。でここのチキンはですね、日本のチキンと違ってもうすっごいサクサクしてね、脂っこいんじゃなくて食べた後にこうさっぱりとしてるんです。だから韓国好きなものを語るのにはいつだって熱が入ります。それでちなみに劇団若草での経験は70年以上経った今でも生かされている。一番良かったのは劇団若草ってものすごい礼儀を正すとこだったんですよ。劇団でもう本当に挨拶とか、そういうのがうるさいところで、ゆくゆく私の年になってとっても役立ってます。おいいるぜここに。おいえお腹がそっくりよ。ダメでしょ。実は今回夫の谷隼人さんもロケに同行。有名な、ね、コメディアンと、司会をやってらっしゃるけども、うん、芸能大賞をもらったぐらい菅保藤さんというのかな、すごい有名な人。なんか俺とそんな変わんないな。大きい、もうすごい大きい人です。もむちゃん、ここだけが一緒。はいはい、もむちゃんです。はい、失礼しました。喜久子さんの番なんで。ああ、そうなんです。失礼しました。はい、ちょうど似てたのがいたからごめんね。すぐ脱線する。はい、ちなみに当時の劇団若草にはこんな方たちがいらっしゃったそう。同じ劇団では石橋蓮司さんとか、あと北林早苗さんとか、仁木輝美さんも昔の女優さんですけれども、皆さん演技派でもって大人になって賞をもらったりとか、劇団で一緒になって、あんまりなんていうんですか、こういうすごい大女優になりたいとか全然なかった。まあ続けられればいいかなっていう感じで、いつも一人でいたのに劇団のお稽古やなんか行くと同い年の人がもう一緒にいるから嬉しいなとか楽しいなとか、そういう人たちと話しててね、そういうことが結構お稽古が楽しかったです。売れることよりも求めたのは居心地の良さ。芸能のお仕事が楽しく続けられたのはある先輩たちのおかげだとも言います。私が朝ねロケ行くときにタクシー待ってたの。そう、外車のすぐに止まって乗っていくって言われて、朝から女の子に声かけて、なんだろうこの人はと思って、結構です。それでどっかで見た人だなと思って、あ、美輪さんです。でもね、すっごい綺麗だった。今でも綺麗でいらっしゃるけれども、すごい綺麗な方で、でよくしてくださいました、新人の私なんかに。クロトカゲっていうのをお出になったというか出演なさった時に、その後番組に出させていただいて、それで結構可愛がっていただきました。すごく
美輪さんの世界に入れていただいて、その時三島由紀夫先生とか撮影見にいらして、美輪さんの仲良しだったからね、いろんな仕事をしたけど、すごい印象に残る人仕事の映画の一つでした。そしてキッコさんといえば、24年半にわたって続いたあの番組、あとはやっぱりあの大橋巨泉さん、今まで私は台本のあるセリフのある仕事しかしなかったのに、大橋巨泉さんと初めて 11PM という番組を始めて、初めてフリートークの仕事をして、その時に大橋巨泉さんにいろいろ教わったというか、すごくあれはね、いい番組でした。だからあの番組はもう全て生放送だから、もうこういうこと言おうとかっていうふうに考えてるよりも、流れでもって、あ、これはこうしようとか、ああしようとかね。で、巨泉さんってすごい正直な人だから、あの嘘を言えない方なんですよね。正直な人、巨泉さんを象徴する 11PM でのある事件。今だったらもうカーテン閉まれとか、なんとか、あの何テープとかって言うと、もう機械がやってくれるけど、その頃の、あの音声で扇風機に回れって言うと扇風機が回るとか、そういうのをやったんですよ。それで巨泉さんの声を録音しておいて、それで扇風機に本番中に扇風機回ってとかって言ったら動かないの。やっぱり本番になると巨泉さんもちょっとこうあれが上がるから、録音した声と本番の声とちょっとあれが違ったんですよね。だから俺こういうのはやりたくないって言ったんだよって平気で言っちゃうの。生放送中にスポンサーがみんないて、その音声で回るんですよっていうのが目的だったのに、だからこういうのやりたくないんだって。そこで私が扇風機もね、たまには言うこと聞かないこともあるんですよみたいなことで、なんとなく和ませるって、そういう役目だったんです。おかげさまで20何年間かな、巨泉さんと一緒に。だからすごい勉強になりました。俳優に MC のアシスタント、さまざまなことに挑戦し、その都度夢中になってきたキッコさん。そんな彼女が今夢中になっていること。今っていうよりも、もう20数年間韓流ドラマにハマっておりまして、これもうますますね面白くて楽しい。あと韓流ドラマと一緒に今の K-POP も結構見てます。ということで、夢中になっている韓流ドラマ、絶品韓国料理と一緒にご紹介していただきましょう。美味しそう。見て見て、これがですね、日本でいう茶碗蒸し、韓国ではケランチムって言うんですけれども、ふわーっとしてね、これはちょっとね、私は料理できないからいつも頼みます。もうね、卵の味がね、お出汁と一緒に口の中にすごいふわーっと柔らかくて美味しい。韓流ドラマにハマったきっかけは、仕事で地方に行ってて、仕事が終わってホテルに帰って何もすることないので、テレビをこう見てたら「冬のソナタ」っていう韓流ドラマがたまたまオンエアされてて。それまで韓流ドラマって一度も見たことないけど、何これと思って、韓国のドラマなんだと思って見てたら、なんと日本では考えられないようなドラマの中で、と思うのがあったんですよ。その一つは、男の人が泣くの、もうポロポロ涙を流して、男は泣くもんじゃないっていうふうに育てられてきた、あれですから、昭和の女ですから。あと日本のドラマでは考えられないぐらいに女の人が強くて、キムチをそのまんま投げる、そういうのが結構ね、冬のソナタではなかったですけれども、他のドラマで出てくるんですよ。それ見てて、すごい、やっぱり感情が豊かだから、日本の女性ってなんか奥ゆかしさっていうか、自分の感情を出さない方が女らしいとかって言われてるけど、韓国の女の人っていうのはもう自分の感情をもろい出すんですよ。少し見習わなくちゃいけないなと思いながら、そういうのを見てて、さらに
ソン・スンホンさんという人がいて、私もずっと好きだったんですよ。冬のソナタの後の、 あの監督が撮った夏の、香りっていうドラマに出て、秋の童話っていうのに出て、韓国ドラマで初めて茶髪のになった俳優さんだったんですよ。もう本当に素敵で、ずっとその人がいいと思って、もうソン・スンホンが素敵素敵素敵と思って、ある日あのソン・スンホンが、映画に出てって、あの恋愛ものだったんですけど、あまりにもその恋愛ものがなんかリアルで、その目線が女性が裸を見る目線が嫌味で、あちょっともうすごいがっかりして、それ以来ソン・スンホンさんがあんま好きじゃなくなってすごい単純だから、そうするとまた違う人がいいなと思って、あこの人素敵だな、この人素敵だな。今ね、若手ではね、ソンガンっていう人がいるんですけど、今兵役に入ってるんですけど、止まらないです、止まらないですよ、もう話してると。そして次回は、食べるものによって元気な気が出るんだっていうのは気になる気、初のご夫妻でのご出演、健康の秘訣を教えていただきます。さらに、これは44年間ってあるよな、これ40年以上続くご夫妻の約束が明らかに。お楽しみに。SBI シニアの住まいとお金。